い、ということで今回もやっていきたいと思います。空なきが妖魔城を崩壊させた後、シカ様は新たな王となって妖魔界を支配した、だがどんなに妖魔界が豊かになってもその顔に笑顔が戻ることはなかった。まあ父親殺されてるもんね。どうにかしてシュカ様の心を救いたかったけれど、俺たちにはどうすることもできなかった。その笑顔がなくなった理由が空なきやろ。だからせめてあの事件の真実を突き止めようと私たちは旅に出たのです。クーテン、私たちの親友でありシュカ様の恋人でもあった。すでに恋人やったん。優しき男、彼がなぜ空なきの姿に変わり果てたのか、その真実を求める旅に。やっぱりもともと空なきの姿。そして私たちはクーテンが処刑された砂漠の牢獄にたどり着いたのです。そこで何かしら仕込まれたんやない。そこで見たものは、あいつがクーテンの体が妖精剣でズタズタにされた姿だった。むごい姿だった。あのような仕打ちを受けて憎しみを抱かぬ者はいないだろう。でもそもそもここに捕まっとる時点で父親殺したんよね。クーテンを苦しめていた妖精剣を何とか引き剥がそうとした。妖精剣から湧き出るクーテンの無念、悲しみ、憎しみ。ことはもともと自分が悪いことしたけんそういう仕打ちを受けたんじゃない。違う、逆恨みじゃない。騙された。これは妖魔王に献上する剣ではなく、私を陥れるための罠だったのだ。王のために妖精剣を集めた私が、王様のために集めよったんや。裏切り者にされるとは、もはやシカ様すら私を見捨てただろう。憎い、全てが憎い。もともと殺すために来たわけじゃなくて、王様に献上しようと思って集めおったんや。え、そういうことか。まさか、そんな。では、クーテンは。クーテンとシュカ様との仲を妬んだ者に騙されてしまったのさ。怖。あいつはシュカ様と結ばれたいその一心で妖精剣を集めていたのにな。なんかこの姿でその声で話されるとすごい違和感ないんやけど。クーテンがわらわと。私たちは妖精剣に触れることでようやくクーテンの真意に気づくことができた。気持ちが伝わってきた。だが長い旅路の果てに俺たちの命は尽き、シュカ様の元に帰ることができなかった。あ、伝えれずに死んだんや。伝えるのが遅くなってごめんな、シュカ様。私と白秋はいつかきっとこのことを伝えようと遠い未来に生まれ変わる決意をしたんだ。シュカはずっとここまで恨んできてしまったのに悲しい。たとえどれほどの時間がかかろうと、シカ様とクーテンが思い合っていたと伝えよう。あ、このシーンあれやね、夢であったね。そして二人の心を慰めることができたなら。じゃあもともと全然別に本当に優しい人やったんや。いつかきっと、ね、みんなであの大樹の元に集まろうって。どれ、大森山の大樹、大森山。ここ、あ、戻った。元と白秋、私はこんなにも友に恵まれていたのか。私はなんと取り返しのつかないことをしてしまったのだ。でも戻ったけど、あれやんね、そのまま死にそうじゃない。怒りや悲しみに心を奪われ、あなたにさえ怨念を解き放ってしまった。もうよいのじゃ、空天。そなたの本当の心はこの者たちが教えてくれた。
すげえ壮大なラブストーリーやったわけやね。こんなにいろんな時代を巻き込んで最後まで信じてやれなかったのはわらわも同じ。それをどうしてそなただけ責められようか。まあでも実際父親が殺されるところを見とったら信じれんよね。長い間一人で待っていたのだろう。どんなに辛かったであろうな。主家様、主家様、生まれ変わっておいで、グーテン。そうしてまたわらわのそばに戻ってきておくれ。でも今から生まれ変わったらね、この三人とは違う年齢になるわけやろ。だってこの三人は中学生なわけやん。10歳ぐらいは差があるってことだね。はい、主家様。14、15ぐらい。きっと、必ず。兄弟でもちょっとあれやな。夏目の息子ぐらいに生まれ変わるんだ。また会おう、グーテン。平和になったっぽい。ジバニャン久々に見た気がする。妖怪ウォッチなのに。ミスパー結構ずっとおったけどね。世界はお前たちの活躍で救われた。よくやったな、妖怪探偵団。あれ、あれは覚醒エンマは。なんかあん時ね、めっちゃ活躍してくれたのに。けどまさか俺たちが前世からの仲だなんて思いもしなかったぜ。遠い昔から僕たちは真実を追い求めてきた。なんだか不思議な感じだよね。これで3人とも記憶戻ったんか。ああ、生まれ変わって探偵団を作ったのも運命ってやつだったのかもな。いやー、しかしこれでまたいつもの夏休みが戻ってきますね。いつもの日常か。いっぱい暴れてヘトヘトにゃん。今日のところは帰って寝るにゃん。てか夏休み？なんか桜咲いてなかった？え？どういうこと？そうだね、みんなそろそろ。空泣きの影響？桜も。あっ、扉が消えるよ。ちょっと大丈夫？戻れる？空泣きの怨念が消え、あの扉も役目を終えようとしているのだ。てかどこへ繋がる扉それ。みんな元の世界に戻る時が来たようだな。え、でもほら、ポケット音外でいけるよね。そっか、それじゃあここでお別れなんだ。もともとは知り合うはずもない人たちだからしょうがない。うん、とりあえずクーチェンがどう生まれ変わるかが気になるんやけど、きっとまたどっかで会えるよ。シーンはどうなん？この時代ではめちゃくちゃおじいさんってことよね。駄菓子屋の女の子がおばあちゃんになっとったぐらいやけん。え？駄菓子屋のあの女の子よりシーンは年上よね。ってことは生きとるかどうかわからんのかな、この時代では。俺、探偵団のみんなには本当に感謝してるんだ。母ちゃんや樹の姉ちゃんも戻ってきて毎日楽しく暮らせてる。いつきはいないけど。みんなと冒険できてすっげー楽しかったよ。また会おうな、妖怪探偵だ。ああ、タエや姉ちゃんによろしくな。達者でやれよ、親友。おバラバラやもんね。向こうでも元気でね。帰っていくのか。さて、俺もそろそろ帰るとするかね。お前、また裏社会の妖怪に戻るのか。裏社会。それも悪くないが、有能な手下もいなくなったし、どうも気分が乗らんな。まあね、そんな悪いやつでもないしね、四天童子。姫、そんな顔をなさらないでください。あなたの笑顔こそが私の望みです。ここはあれなの、
その妖魔界で、別にそこまでそばにおったわけではないの。なんかこんだけ慕っとるけど。困ったことがあればいつでもお呼びください。たとえ地の果てでも駆けつけます。かっこいい。坂見くんもピンチの時は、私たちを頼ってね。ありがとうございます、姫。では、さらば。ここも普通に妖魔界に戻っていくんか。坂見くんは、もう悪いことはしないよ。なんか、そんな気がする。多分心を入れ替えたね。すっかり妖怪探偵団の一員でしたもんね。ソラナキウイルスも消えたことだし、激ヤバな怪奇案件ともこれでおさらばか。いやでもウスラヌラのクエストまだ残ってるから。おさらばじゃないよ。なんか妖怪はいっぱいいるからね。だったな。うん、でも僕たちの力はまたきっと誰かの役に立つよ。だって普通の日常的なね、ちょっとした悪さをする妖怪たちはきっとその辺にいっぱいいるから。クーテンもきっとそれを望んでる。僕はそう思うな。いつか生まれ変わったクーテンと一緒に探偵団できたらいいね。めっちゃ年齢差やけどね、今から生まれてきたとしても。お父さんたちとももうお別れだね。そっちの世界にはね、ちゃんと大人の二人がいるから。二人がいなかったら私たちこんなすごい冒険できなかったよ。今までいろいろありがとうね。でもこの冒険のメインは確実にあっちの三人よね。未来の俺もこんな大冒険になると思ってなかったけど、みんなと一緒だから楽しかったよ。ありがとうみんな、素敵な思い出いっぱい作れてね。元気だね二人とも。なんかただの夏休みの思い出みたいな感じで言われても、離れててもちっぽけな話では。俺たちは妖怪探偵団の仲間だからな。あ、それとこれからもお母さんと仲良くね。最後の最後でそこ言う。リス？ん？分かってない。ふみちゃん分かったんかな。未来で待ってるよお父さん。ありがとうみんな。元気でね。バイバイ。みんな帰ってった。あれエンマはこの時代？みんな帰っちゃいましたね。なんだかちょっと寂しいでウィス。メソメソするなにゃん。寂しいのは俺ちもにゃん。あ、最初はあんなにビクビクしとったのにね、未来のジバニャンに。みんな言ってただろ。きっとまたどこかで会えるさ。それをなんかちょっと探してみたいよね。妖怪ウォッチがある限り俺たちの絆は消えない。うん、そうだね。いいね。僕らは同じ空を見上げている。ここでこのタイトルが来るわけだ。そして日常？あ、ウィスパーが。どっから入ったのあれ？屋根？すり抜けた？ウィスー！楽しかった冒険の日々も終わって、いつもの夏休みに帰ってきましたが。いやね、オープニング始まってすぐのやつやね。ウィス？ケイタくん、今日はどこかにお出かけしないんですか？今日はフミちゃんと二人きりで出かけるんだもんね。お、仲良くしよる。ケイタ、いつの間にそんな約束してたのよ。また怪奇案件の調査一緒にしようねって誘われちゃったんだよね。お、フミちゃんすっかり。まるでデートの約束でもしたかのようなはしゃぎようですね。ちょっとケイタ、フミちゃん来たみたいよ。はーい。お邪魔しまーす。部屋まで上がってくるの？ふ
ミちゃんが俺の部屋に来る。なんて感動的な日なんだ。あ、来た。ケイタくん、迎えに来たよ。部屋まで。優しいね、ふみちゃん。おぉ、みんなおる。一緒に怪奇案件探しに行こう。全然普通に会えるやん。みんな来てるじゃん。なに、当然のように来れるんか。ふみちゃんと二人きりじゃなくて残念だったんやね。あの時の一人一人挨拶をしたあの感動は一体。ミス？というか皆さんどうやってこっちの世界に来たんですか？ま、いろいろあってね。詳しい話は後で聞かせてあげるから。さあ、妖怪探偵団再結成だ。まだ見ぬ怪奇案件が俺たちを待ってるぜ。ね、今日は何を調査しよっか、ケイタくん。何の笑いだ。実はさ、俺気になってることがあるんだ。みんなちょっと聞いてくれる？なんかジバニャンもういきなり寝ようやけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえず10章までが本編って言ってけん、次からはまあクリア後の世界っていう感じかな。いろいろ細かく見ていこう。